when you're running out of luck, need to get unstuck, so cough. When you're up against the wall and you cannot fall, so cough, go off, go off. 皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今日はですね、フランスのルブラン選手が試合中こう必殺サーブとして使っていたこのワイパーサーブを今日は皆さんに教えます。意外性のあるサーブがですね、試合でやっぱ勝ちやすいですよね。このワイパーサーブはヨーロッパの選手、アジアの選手もワイパーサーブを使っている選手こういます。なのでぜひですね、このサーブを下回転覚えてみてください。これ上回転。ステップ1、技術の要望などのコメント、そしてですね高評価ボタンを押していただけるとですね非常に嬉しいです。まずは構え方なんですが、体をですね、体を卓球台に対してこう正面を向けるような感じですね。で真ん中、卓球台の真ん中で構える。でラケットをですね、でこの時にフォア面を相手の方に向けるように構えてください。少し膝を落とし姿勢を低くしてください。この構え方がワイパーサーブの基本になります。分かった、はい、さあ分かった、はい、さあステップ2、フォア面でワイパーサーブをするこのスイングのイメージなんですが、車のワイパーですね、車のワイパーのイメージでこう素振りをしてもらう。まずは素振り、こういう感じで振ってみてください。トスを上げてワイパーですね。分かった、はい、さあ分かった、はい、さあステップ3で、ワイパーサーブはこれ上回転と下回転っていうのがありまして、でまず上回転のかけ方になるんですが、上回転はワイパーしてかけるときにワイパーするこの最初の方、前半最初の方で当てると上になります。上回転が出ます。いきますよ、トス上げてワイパーを最初の方で当て、ここで当てると上回転になります。分かった、はい、さあさあ分かった、はい、さあさあステップ4で同じ振りで下回転を入れる方法なんですけど、ワイパーするときにワイパー落とすっていう感じなんですけど、この落とすときに当てると下回転になります。このここでこういう回転ですね。前半分は上で最後落ちるときに後半の方に当てれば下回転。次はボールの真後ろを掴んでそのまま下の方にこう落ちていくような感じですね。はい、でこの時にちょっと下回転はちょっと膝をちょっと強めにこう落とすと、そうすると下回転をこうかけやすくしてくれます。上ここで下みたいな感じになっちゃうね。このこれ、あ今の来た、真下真下、この勢い本当大事だ。これ上、これ下。分かった、はい、さあ分かった、はい、さあステップ5でワイパーするときにこうバック面でやることもできます。でバック面のやり方は基本的にこう日本語でくの字、くっていうイメージでやってもらうとうまくいきます。こうフォア一緒にこうフォア向け同じ向けてと下げてでクをイメージした状態でスイングしてもらうのが、まあ、基本のフォームになります。でこうやったらもう上回転ですね。もうこう自然に振り下ろすだけで勝手に上回転になります。ステップ6、こうくの字のまままっすぐ下に振り下ろす。でこの時に振り下ろす真下に振り下ろす時に当てたら下回転になります。さあ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 、はい、どうでしたでしょうか。まあ非常に強烈なサーブだったと思います。ぜひですね皆さんもこのワイパーサーブに挑戦して、新しい必殺サーブを増やしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、さあ